なのか。それは多分逃げないできちんと考えること、終わりと向き合うこと。どんなものにも必ず終わりが来る。どんな命もいつかは消えてしまう。それが自分にも来るっていうことを見つめた人だけがきっとわかるんです。自分が本当に欲しいもの、生きる証が何なのかってことが。